俺が一体何をした。無差別殺傷事件を起こした加害者とその家族、罪を犯したっていう意識すらないから。そして加害者と獄中結婚した女。言ったら俺だって被害者なんだよ。何言ってんだよ。壮絶なある家族の物語、葛城事件。